家庭用浄水器の交換用カートリッジの模倣品がインターネット上で販売されているとして消費者庁が注意を呼びかけました。消費者庁は有名通販サイトで販売されている浄水カートリッジであたかもリクシルが製造を販売しているかのような表示をした模倣品が流通していると注意を呼びかけました。模倣品の一部はパッケージのタイプの文字がタイブになるなど誤字があるものの見ただけでは判別できない商品もあります。これまでに青い色の水が出たなどの事例も報告されています。具体的な健康被害は確認されていないということですが消費者庁は今後どのような問題が生じるかわからないとして販売価格が安価なものは特に注意し違和感を覚えたらすぐに使用を中止するよう注意を呼びかけています。